はい、えー、それではですね最終課題とおその発表の仕方について、えー、簡単に説明していきたいと思いますえー、よいしょはい、まあ、これはこの授業のページですけれども、えー、こちらにですね、えー、最終課題についてという,う記述を追加しましたでこれは以前からお伝えしていますように最終課題のテーマは「音を見るサウンドのビジュアライズ」というテーマで えやっってていいただこうかと思っています、えー、具体的には T5 サウンドライブラリの FFT の機能を使って音響をビジ,ュラビジュアライズした作品を制作してくださいという課題になります。で、えー、ここからはちょっと細かい内容になりますが、えー、読み込むサウンドファイルは基本的には自由です。 えー、ただしですね、ちょっとこれあの、まあ、オープンプロセッシングにアップロードして誰でも見られる状態になりますので、できれば著作権フリーのものにしてもらえるといいかなと思います。著作権フリーの,あのサウンドデータ、いろいろ公開されてます。えー、例えば、えー、著作権フリーサウンドみたいに、まあ、ちょっとシンプルなググり方ですけど、えー、こんな感じでググるとですね、まあ、例えばここでいきなりですね、著作権フリーの 音楽配布サイト32銭みたいなものが出てきたりもしますし、まあ、あのたくさんそういったあのサイト存在しますので、まあ、あの著作権を違反しないサウンドデータを心がけるようにしてもらえると助かります。で、えー、課題のやり方ですけれども、まあ、そこでアッ,プデートアップロードした音響を、まあ、独自の視点でビジュアライズしてくださいという内容になります。 でえー、この授業、まああのーまあ、最近あまりネットあのこの、えー、Zoom に参加する方は減りましたけれども、えー、履修者自体はです、ね、320人ぐらいですか、いるんですよね。で、えーまあ、ちょっとまだどれくらいの人が発表するかなかなか見えてないところもあるんですけれども、とはいえ、ですね、えー、例えば10分の1の人が発表したとしても30人ですよね。 なのでまあ10分の1ってことはないと思うのでちょっと1日では発表を、えー、間に合わないかなと思いましたので2日に分けてやろうと思っています、えー、ただし、まあ、今も言ったように全員必ず発表ではなくて希望者のみ発表するもちろん提出は全員ですよ提出は全員するんですけれども発表するのは希望者のみというふうにしたいと思っています ただしですね11日18日と2回に分けるんですけれども18日の人はギリギリまで作っていいとやる風う,うにしてしまうと、まあ、不公平ですので、えー、発表を希望する人は12月10日までにフォームからその作品を提出するようにしてほしいなと思います10日までですね前日までですで、えー、オープンプロセッシングに提出する際に必ずですね タグ付けしてください最終タグは SFCDEGIPRO20FINAL というタグで提出してください。そうするとタグで、えー、検索してあの簡単に見つけられるようになると思います。でですね、まあ、ただ発表するだけだとモチベーションは湧かないと思いますので、えー、発表した人は特典、特、え、典、ー、というか、えー、なんて言うんでしょう、えー、発表した人には 100点満点中10点の加算をするというふうにしたいと思いますので、まあ、発表した方が成績的には有利になるということですね、と考えていただければと思います。で課題テストソームを押してもらうと、まあ、こんないつもの通りの感じです。学籍番号と氏名と振り仮名と作品のタイトル、これも非常に重要ですね、タイトル、そしてアップロードしたオープンプロセッシングの URL を貼り付けて、えー、テストのようにしてください。 というのが、えー、最終課題に関しての内容ですけれども、えー、ょちょっとここまでで何かもし質問ある方いましたら、えー、チャットなり、な、え、ん、ー、でしょう、マイクで有効していただけますでしょうか。大丈夫ですかね。そんなに紛らわしない内容ですよね。まあ、もし何か申っていたら、後ほどまた質問コーナーを設けます。はい ではですね、ちょっと今日はまは質問、質問じゃない、ごめんなさい、えー、授業のためのヒントというような内容でやっていこうと思うんですけれども、えー、こちらのページ、ちょっと今、URL をチャットにも送りますけれども、よいしょ、よ、はい。今、チャットにも送りましたが、えー、今日のページにですね、いろいろサンプルを作ったので、そこへのリンクを貼ってみました。 えまあそれちらをいろいろ参照してもらえばいいかなと思うんですけどもちろんあくまでですねこれはあの何と言いますかえあくまで例えばなのでこういうのじゃないといけないということではもちろんありませんえまああくまで一つのやり方の例と思っていただけたと思うんですけれどもえこのページのねこの真ん中に行くと最終課題制作サンプルというのがあってここを押すとですね なぜかもうすでに最終課題を提出している人もいるので若干紛らしくなってしまったんですけれども、えー、このえ左から12345個5個までここまでがあのサンプルですここから先はですねあのもう提出した課題ですねで、えー、ちょっと簡単に説明していこうと思うんですけどまあその前にあれかなまず一番シンプルな例を見ましょうかうんとスケッチーズ今回あごめんなさい今 質問が来ていた。えー、発表し、あの発表金のあのごめんなさい。発表を発表を希望しない人の締め切り、えー、書いてないですね。発表を希望しない人も一応目標はですね。あの10日目標にして欲しいんですけれどもただしですね。あの成績つけるのは18日の授業終わった以降になりますので。 えー、受付自体は18日にまでにしたいと思うんですけれども、ちょっとそれは後ほどあの記述を追加しておくようにします。発表希望しない人は18日まで受け付けます。ただし発表したい人は必ず10日までに提出ということですね。はい。で、えー、と、ちょっとまずは超基本から見ていきたいと思うんですけど、これはもうすでにあの授業でやった内容になりますけれども、えー コンピューターサウンドをシェア。はい。ちょっとうるさいんで音を止めましたけれども、えー、こんな感じでグラフで表示するやつやりましたよね。はい。これがまあ基本です。で、まあざっくりと言ってしまえば、今回の形このグラフをですね、いかにかっこよく見せるかというふうに、まあ極論したってもいいんじゃないかと思います。この、まあ一個一個ここにね、 あの各周波数ごとの、えー、成分の強さが出ているわけですけれども、これをどうやって見せていくかという部分が、まあ、今回の課題の、まあ何、まあ、て言うんでしょうね、えー、本質になります。ちょっとこれ、うるさいんで、コンピュータサウンドのシェアはやめましょうか。これでいきましょうか。はい これですそんなにうるさくいいでで、ねはい、でですすよねねは、えー、これでちょっとソース見てみますと、まあ、ポイントはいくつかありますが、まず、プリロードのところでサウンドを読み込むということですね。でここのサウンドファイルを皆さん自分で用意したサウンドにしてくださいということになります。で、えーまあ、ここら辺は OK ですね。でサウンドループでサウンドのループが始まります。ループ再生。ででここで FFT の初期化をするんですけど、ここの数字が、の2つの数字が結構ポイントになりますよね。これ、あの、ビジュアライズさえも重要となってくるんですけど、まずこの2番目の数字、これが FFT サイズでしたよね。これを2の累乗、2のべき乗、どっちだ類乗べき乗まあ、あの2をどん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 倍に,倍にしていった数ですね。にしてください。例えば、えー、これをじゃあ、すごくちっちゃい数にしてみましょうか。32とかにしてみましょうか。で、どう見えるか見てみましょう。 はい、だいぶグラフが荒くなりました。でちょっと分かりやすくしてもここでちょっとこの1つ目の数字の説明あ後でしますね。はいそうするとですねはいこんな感じになりました。すごく荒いグラフなんだけれども時間の反応が早くなりましたね。でそれに対してこれを例えば8えー、っとなんだ 40004096×2 に、えー、しようか。ごなさいパッと暗算できないんで。 えー、計算してこうなりましたね。はい。えーまあ、ちょっとまだこのぐらいだとおかしづらいかもしれませんが、えー、FFT サイズを大きくすると、この周波数の解像度がすごく上がります。その代わりに、時間の解像度が実はこれ落ちてるんですね。ちょっとこう時間での反応が悪くなってます。ちょっと暗算ができないので、横着してこうやってますけれども。はい。あっと,とととととと。FFT サイズ。 はいまあ、こんな感じになりますね。どんどん細かくなって、時間の解像度がなくなってきます。まあ、これが FFT サイズです。ちょっと1020ま戻して。じゃあ、この一つ目の数値、これ何かというとですね、これあの実際見てみると分かります。0.0の時はこんな感じ。で、0.9にしてみましょうか。0.9にするとですね分かりますかねこのぬるっとした感じになるんですね。これあの、ちょっとこう。 えー、保,管保管してです、ね、動きを平滑化すると言いますか、動きをこう滑らかにするうーこの指標、これがこの1つ目のパラメータなんです。なのですごくこうクイックな反応を求めたいときには、ここを0.0とか0.1とかちっちゃな数にする。もっとこう滑らかな変化を得たいときには、ここの数字を大きめにしてみると、まあ、望みのこう動きが得られるんじゃないかと思います。まあ、ここちょっと説明してなかったかもしれないですね。はい で、えー、ここも必ずやってください、えー。このサウンドループしているものを入力にして FFT を行うという設定ですね。で、えー、ここから先が今回の課題の工夫のするところです。えー、バックグラウンドを塗って。で、まあ、ここは非常に重要ですね。ここでスペクトラムという、これは配列になるんですけれども、スペクトラム配列に FFT した結果が入ってきてます。 で、このスペクトラム配列のレングスってやるとその配列の長さが出るので、スペクトラム配列の長さだけループをするとそれぞれの強さが取り出して、で、ここでスペクトラムの I 番目の値を参照すると一個一個の値が取り出せるわけです。で、あとはこれをどうやっていくか。この例の場合にはログスケールを取った横軸で、縦はパワー スペクトル、何て言うんでしょう、事情の値をとって、で、それをうまく画面に収まるようにして、えー、グラフを書いているというのが、この基本サンプルになります。で、えー、ここからいろいろ工夫していくわけですけれども、ちょっとこれ、最後にしておきましょうか。ここからいろいろ工夫していくわけですけれども、えー、それで、こ,ここから、ここから、この最初からサンプルに行きましょうか。で、例えばなんですけれども、 先ほどのグラフをパタッとこう縦に倒した例、これはもうやりましたよね。えー、ちょっとまずは実行した例を見てみますと。おっと、結構時間かかりますね。開けました。まあ、どうなってるかというとですね、さっきのグラフがこう左右にこう、えー、画面の,この中心をこう軸にして、左右にこう対称にこうなるように、えー、2つのグラフを書いてると思ってください。で、えー、大きな値のところが明るく。 小さな種のところは、えー、暗くなるようにして、さらに色を塗り分けているというわけですね。これで0ぐらいにしてみましょうか。はいで、えー、こんな感じですね。この方が分かりやすいかな。はい、でですね、これはちょっと後でソースを見てもらうのが一番早いんですけど、まあ、これはあのグ,ラフのあのグラフではなくて、細長い四角形で書いてるんですね。細長い四角形で書いて、さらに色相。 HSB のヒュー、色相をこうちょうどこうグラデーションになるようにして塗っているという、そんなサンプルになります。はいまあ、ここまでは前回やったので、ちょっとサクッといって、で、次からはまだやってないやつかな。あちょっとセーブしときましょうか。次からはですね、やってないかなやったかなちょっと微妙ですね、忘れました、はい。これはですね、この縦長グラフのちょっと変形 変形板状です変,変形したバージョンです。えー、先ほどのは色の明るさで、えー、表していたものをこれ円の大きさで表してるんですね。円がこう大きくなったりちっちゃくなったりして、えー、それによってこの FFT をこう表してるんですけどこれも基本はですねさっきと一緒です。この真ん中が低い周波数でこの左右に行くほど先ほどのグラフがこうパタッとこう縦にこう倒れたようなそんなイメージにまたもらうといいと思うんですけど。 まあこんな感じで円で円表現している、まあ、ポイントは、ね、ここら辺ですね、えー。x 座標、y 座標と色相と直径をそれぞれ計算して左右対称に並べているというわけです。まあ、ここら辺まではですね、ちょっと一連の流れと言いますか、えー、グラフから直接変換した感じだったんですけれども、次からはですね、ちょっと雰囲気変わります。じゃあちょっと見てみましょうか、まずは。 この、えー、FFT Rotate Galaxy と名前を付けたんですけど、はいまあ、これもどうやって作ったか、まあ、大体流水作るんじゃないかと思いますね。これはですね、先ほどの円の大きさのちょっとこう派生バージョンとも言えるかもしれません。この一つ一つのこう解析した結果が円になっているわけですけれども、これがですね、大きな値が来れば来るほど、 速いスピードで回転してるんですね。で、えー、まだこうあまり大きな値が入ってないところはゆっくりと回転する。結果として、こんな感じのぐるぐるとした銀河系のような、えー、模様が描かれるという、まあ、そんなサンプルです。まあ、さっきから、さっきの音、ちょっとガラッと印象が変わったんじゃないかと思いますけれども、まあ、これとかはですね、この入力する音も工夫が必要かもしれませんね。入力する音があんまりこう,こういう激しい音よりは、 ちょっとこう静かめのなんか音の方が、このビジュアルには合っているかもしれません。まあ、そこら辺も、ねえー、工夫してください。その音のサンプルに適したえ表現というのがあるかもしれませんね。はい。これソース見てみましょう。で、ポイントはですね、このロットっていうこの配列なんですけども、このロット配列、これはですね、えー、角度。 保存してるんですねでこれ今,今どれくらいの角度までロテイトしたかを計算しておいてで次の回転をこう計算しているわけです。まあ、角速度という概念で言うといいかもしれませんけれども角度の変化を速度として、えー、それでロテイトをしているわけです。でここら辺はずっと一緒ですね。でここで角度を初期化しています。ランダムで360度の角度をランダムに生成して最初の角度にしています。<laughs> で、ここら辺ですね。で、これ、あの、全体を回転するので、まずはじめにトランスレートで、画面の真ん中に原点を持ってきて、で、その上でですね、解析した結果で、このスペクトラムの情報を R というのに読み込んで、ここ重要ですね、ここです。ここで、ちょっとこ見てるとこうかな。スペクトルの、スペクトラムの強さで、 えー、角度を変化させてるわけですね。で、その角度でローテイトしてます。というサンプルになります。まあ、これもね、ソースで見ると、そんなにあの長いソースではないんですけれども、えー、まあ、こう、アイデア次第で、こういう感じのものがいろいろ作れるんじゃないかという、まあ、そんな風に思っていただけるといいかなと思います。はい。次から、ちょっと、ちょっと複雑になってきます。じゃあ、見てみましょうか。 f このパーティクルってよくあのプログラムなんかでよく使う言葉なんですけど、まあ、光の粒みたいなそんなイメージですねでこれで炎みたいなものを表したり雲みたいなものを表したり、まあ、こういう粒で表現するんですけどこれはですね、まあ、見れば分かりますよねこの光の粒みたいのが音がその何でしょう周波数成分の値が大きくなるとこう活発に動き回って大きくなる。 でそうでないところものはちっちゃな点になってちょっとゆっくり動くという、えー、そんな感じになってますで。このパーティクルの表現あんまりちゃんとこう細かくやらなかったんですけれどもまあそういったものの紹介も兼ねてこんなの作ってみたんですがこれですね、えー、まずポイントが2つあり1つありましてポジションこれ1ですねポっントるとこ1。位置位置の ベクトルというのを使ってるんですね。ちょっと後で見てみます。そうそう。で、こっちは速度のベクトルです。で、えー、このフリクションというのは何かってあ、これ FFT サイズですね。これ上に持ってこれかな。はい。えー、これが FFT サイズね。で、えー、フリクションというのは何かっていうとですね、これ摩擦です。摩擦力。おいきなりシルが。はい、えー。摩擦。で、最後のマス。これがですね、質量ですね。 これ何しているかというと、ですね、まあ、ちょっとここら辺を端折って、ここからいきましょうか。まずここで、ベクトルというのを生成しています。クレイト・ベクター。ベクトルって何かというと、えーいあの、向きと大きさを持った量なんですけれども、まあ、ざっくり言うと、ですね、これ、X 座標と Y 座標を同時に扱えるんですね、これやると、向きと大きさを持っているので。で、位置と速度というのをそれぞれ1つのこういう配列として表せます。 X 座標、Y 座標を込みにして、えー、扱っていきます。で、えー、まず初期化して、これ X 座標 0,Y 座標0の速度、X 座標 0,Y 座標0の位置ですね。で <coughs>、ここら辺からちょっと複雑なんですが、まずスペクトルの注射を抽出してバルという名前してますね。まあ、これ OK ですね。スペクトルの合い目からです。で、次に、 スペクトルの強さから加える力を決めてるんですけど、これちょっと補正してるんですね。かける i ってやってるのは、これ何か,何かというとですね、ちょっとこう高い周波数ほどちょっと力が強くなるように若干補正してます。で、角度をランダムに決定しています。これなぜかというと、毎回毎回こうランダムな方向に力がかかるようにしてるんです。この角度をディレクションと名付けてます。0から360度。で、ここでですね、 三角関数が出てきているのはこれ何かというと、X 方向の強さと Y 方向の強さに、この力をこう分解しているんです。X 方向と Y 方向。で、その力から、力と、ごめんなさい、質量ですね、力と質量から加速度を計算しています。これ、F イコール MA という式があるんですけれども。 F イコール MA。これはニュートンの運動方程式ですね。方程式じゃない、運動の、えー、法則です。力、フォースイコール、質量をかける加速度という,う公式があります。で、これを利用して、A イコール、えー、両方 A で割るわけですね。あ両方、ごめんなさい、M で割るんです。なので、M 割る、あ、じゃえっ、ー、と、M 分の F が、えー あの加速度になるわけですね。で加速度を計算して加速度から速度を計算しています。速度というのはあ加速度というのは速度の変化量なので速度から加速度あ加速度からごめんなさい加速度から速度を算出してでさらにですねこれここで摩擦の係数をかけることで摩擦力の影響を加味した速度に補正して。 で速度が出たら速度を1に足せば今度次のフレームの位置が出てくるわけです。速度から位置を算出してます。で、ここは画面からはみ出さ際の処理で、で、最終的に導き出された場所に点を書いてるというわけですね。丸を書いてるわけです。まあ、こんなプログラムになってます。はい。では、さらに。さらに今のパーティクルのプログラムの発展形が、この スプリングパーティクル対策なんですけど、これ、あの、さっきのとよく似てるんですが、よーく見るとですね、わかりますかね真ん中に向かってこう、常に引き付けられてるんですね。ちょっと遠くに離れようとすると、真ん中にこう吸い寄せられてます。まあ、それだけが違いなんですけど、どうやってそれを作ってるかというとですね、今度これはバネを使ってるんですよ、バネ。バネ、あの、スプリングですね。で、バネをどういうふうに計算してるかというと、まあ、これ、バネ定数というのをまずこう用意していて、 でほとんど一緒なんですけど、ここだけ違うんですね。まず力が算出された後に加速度を求める前に力を補正してるんです。どう補正してるかというと、中心からのこれ距離です、x 方向と y 方向、両方の中心からの距離にばね係数をかけてるんです。こうやると何が起こるかというと、こう中心から離れれば離れるほど真ん中に向かってこう力がかかる状態になります。 これがまあバネの力を計算しているわけなんですね。で、現在の力を足してあげることでこう、あの現在の力プラスバネの力を出して、それで加速度を計算するという部分のみが変化しています。で、これをやると、こんな感じで強する。で、これ面白いですね。いろいろパラメータを変えてみるともう一度です。例えばバネの強さを強めにしてみる。そうするとどうなるか。 はい、すごい寄せられますねじゃっぱなしだとあれなので、はいそうですねポジションにマイナスついているのは、えっと、中心からこう離れれば離れるほど反対方向に力をかけたいのでマイナスをつけているわけですね。そうしないとあのどんどん離れていっちゃいますからね。はい、これバ、バネを今度、えー、弱くして、えー、物体を軽くしました、まあ。質量を軽くするとこんな感じのちょっとこう何て言うか1個1個の点が軽くなったようになりますね。逆に バネをすごく緩いバネにしてで、マスをその代わりに大きくしてあげる。そうすると変わります、感じが。重々しい感じなわけですね。という感じで,で、すねこの物体の質量と、あと摩擦の感じでも変わります。摩擦をほとんどなくしてみると、まあ、こんな感じになりますね。まあ、これはだからあの、これも曲調にもよるかもしれませんし、どんな雰囲気の表現にしたいか。 とかそういったことに応じて、このパラメータをいろいろ補正してあげると、それに応じて、こうやって動きが変わっていわ,わけですね。あ最初の状態に戻せなくなってしまったバネがもっと硬かったんですね。バネ0.4ぐらいにします。あじゃあ0.3ぐらいかな。で、マスをちょっと4.01しましょうか。ちょっと最初の状態に戻せなくなってしまったんですけれども、あ逆だ、えー。逆ですか、逆です。20ぐらいにしてバネを0.05ぐらいにしてみましょうか。 あこれがい,いかな、まあうんまあ、よしとしましょうか、はい。ちょっとセーブしておきます。という感じでですね、えー、物体の、えー、質量、そして摩擦、そして真ん中へ吸い寄せられるバネといったようなですね、ちょっとこう物理的な、えー、パラメータを使ってコントロールしてみたのがこちらのサンプルになります。まあ、ちょっと複雑ですけれども、興味ある方はこのコメントもついてますので、 じっくりとソースコードを見てみてください。はい。で、えー、今日作ってきた最後は、最後はちょっとシンプルですね。だいぶ今度また発想を変えてですね。例えばですけれども、こんな感じで、ま,あ、まさに波という感じでですね、えー、こうサインウェーブが重なっている。こんなのも考えてみました。これどうなってるかというと、これもすごいシンプルです。もうパッと見と印象で分かるかもしれませんが、解析した 周波数ののの成分の強ささででこれ本当にに普通にサイン書書いいいてててるんですねサイン波ををその振幅を変化させていま,すまあこれも中のコードを読んでみるとそんなに難しくないんじゃないかと思いますね。はいという感じで一連のものを見てきました。これ以降はもうすでに提出されたものなんですけど、まあ、ちょっと見ちゃうと最初発表つまらないので見ずにおきましょう。はいという感じでやっていってください。 ということで、えー、今日のヒントの部分は終わりです。ちなみにですね、今日のアンケートはもう課題ありません。最終課題までもう課題ないです。ですので、普通に名前と学籍番号と今日の難易度を書いてもらえば OK ですので、まあ、今日はすぐに提出できるんじゃないかと思います。というわけで、説明パートはこれで終わりになるんですけれども、えー、あと1時間ありますね。 あと1時間ありますので、まあ、発表、あ、そうですね。今いい質問が来ました。どういうふうに発表するかですね。えー、発表のやり方、えー、ちょっと今考えているやり方を説明しますと、一回一回こう画面切り替えてるとですね、すごい大変だと思うんですよね。あのー、時間もかかりますし。ですので、あ前々回の投票結果、 あれ、前々回の投票、ああ、そうだ、ごめんなさい、前々回の投票結果、集計するの忘れてました。そうですよね、ごめんなさい、あの集計したの,あの、集計します。ちょっとまだ集計してませんでした、失礼しました。えー、集計したのをあのアップするようにしておきますね。はい、失礼しました。で、えー、発表方法ですけれども、えー、っとですね、えー、まず、あのまあ カメラはつけなくていいんで、マイクをオンにしてもらって、えー、作品の説明をしてもらおうと思います。で別にあのスライドとか作る必要ありません。口頭で構いません。ただし、まああのー、どうしてもスライドですむ説明したいという人はあの画面シェアして、その時に説明してもらいます。でただし、ですね最後のこの実際の作品のこのプログラムのこう発表自体は、例えばこういう感じで発表するの自体は、こちらで行います。この僕の画面のシェアで行います。でですので、まあ 特にどうしてもスライド使いたいという方以外はですね口頭で説明してもらってじゃあデモしますって言ったらこちらでこういうふうに再生してで、えー、終わりというふうにしたいと思いますのでまあ大体1人まあこれもですねどれくらいの人が発表するかによってちょっと変わると思うんですけどまあ1人1分ぐらい説明すれば十分ですよね、えー、という感じで考えてますそれで1分ぐらい説明してもらってこの課題自体をまあ30秒ぐらい見て で入れ替えみたいな感じで、えー、やっていこうかなと思っていますので、えー、そんな感じでやっていきましょうはいという感じで全体の説明は終わりになりますのでまた残りの時間は、えー、説明あせごめんなさい質問ある方はチャットで質問してください、えー、特に質問ない方は 今日のアンケートすぐに答えられると思いますのでアンケートに答えて今日は終わりにしたいと思いますそして次回に発表次回の発表はですね、えー、発表したいという方は必ずあのこの Zoom に参加してくださいねそうしないとあのプレゼンできませんので発表自体はあの Zoom のオンタイムなんていうんですかリアルタイムで行いますのでそちらも注意するようにしてくださいはいではそんな感じでやっていってください